はい、ということで本田圭佑キャリアモード実況やっていきたいと思います。とりあえず今回から何試合かやっていこうと思うんですけど、次の対戦相手はティファナ戦ですね。でその次がグアダラハラクラブレオンとか、なるほど。まあリーグ戦続きですね。カップ戦はまだ開かないのかな、この時期は。まあ今パチューカちょっとね、リーグ戦があんまり調子良くないので、なんとかちょっと調子を戻したいんですけど、ホンダがねゴール決めてんだけどね、チームとしてはなかなかそれが結果としてね出ないんですよね。で次のティファナ戦はね格下相手なんで、これは勝ちに行こう。で今ホンダ圭佑6試合出て7ゴール1アシスト、アシストが1しかないんだけど、まあゴール取ってるね。Into the attacking third. Has to score. Yeah. It's a great start for them. Wonderful goal. あっさり決められんな。どうしたパチューカ。開幕してからの 2,3 戦は調子良かったんだけどな。ディフェンスが弱体化してるぞ。ロペス下げて頑張れ。なあ、ディフェンダーいたね。まあ今のみたいな感じでボールキープできればチャンスあるんだけど、スルーもう一回、今週はい下げて、よしチャレンジした、チャレンジした、今のはチャレンジ危ね、あ、よかった、怪我してくれてよかった、まあ、チャレンジで失敗するのは悪くない。もう一回、お、来た。ちょっと、ああ、そうなんだよね。そうなんだよね。中に入っていこうとすると、横からの、タックルで、負けるから。学んどかないと、それ何回も同じミスしてるわ。ナイパしたよ、ナイパしたよ。お、なーにー、もう一回チャンス、さあこれ上げるか、上げないどうする、よーしゃー、くそー、右足け、あー、それが通って、通って、2点目、いや隠した相手に2点目、なんだと、空いてる、あ、通った、シュート、うん、お、 PK やった、 OK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 、 ホンダじゃないのか、決めてください、これは決めて当たり前、 OK、 首の皮一枚つながった。まあ、なんとか後半戦っていける感じだな、これは。はい、いいぞ、いいぞ、来た、いやー、またか、もうホンダ近距離のシュートもう前回前々回もそうだけど、同じところでもうど正面すぎるんだよな、シュートが。ちょっと低弾道とか試してみるか、普通のちょっと良くねえな。監督からのフィードバックは完璧ですね。まあホンダはまあ何試合かもやってますけど、決定機10回くらい外してるからね。 OK、 チャンス、はい、もう一回、あ、ちょっと合わなかったな。いた、
い。その一本、いやーちょっと無理、そのパスは無理、間通ればまあラッキーだったけど、ディフェンダーがいたから今のは通らないだな。その一本が通って出ろ、 OK。 次ボール取ったら最後の攻撃かな。よし、残り時間もうない、次の攻撃にかけよう。オールアウトアタック、同点だ同点。うわー、そこで取られたか、マジかよ。取れ、オッケー。だもったいねー。うわー、バジューカ隠した相手に惜敗、6位に下がった。そしてまあ移籍市場が終わったんですけど、リバプール香川真司を獲得、3490万ユーロ、ドルトムントから高い値段だね。香川獲得か、ちょっとリバプールでの活躍楽しみですね。ってなるとちょっとホンダが監督になったらプレミアの監督2部から3部からかな、まあ、どっかのオファー、どこからオファー来るか分かんないですけど、プレミアちょっとやってみたいな。さあ次の対戦相手はグアダラハ、これカムだ、グアダラハラ、グアダラハラはお4位ですね。パチューカ今8位か、これは勝っときたい。でも勝っときたいっていう試合大抵勝ててないから、頼む。On EA TV, two great clubs. It's coming up for you live. Welcome everyone. I'm Martin Tyler. He's Alan Smith, and we're going to talk about this match today from the commentary position. Hi there, Martin. Yeah, and expecting big things here. There's a great atmosphere. Yes, やっていきたいと思います。グアダラハラ戦。立てパスもらいます。ワントップに預けて。もう一回。通ったら1点。やれ。さあ、これ自分で行った方がいいんじゃない？惜しい。ホンダ真正面のシュート多いな。これヘッド。おお、決まった。ナイス。よかったよかった、先制点ゲット、ナイス。フランコ・ジャラ・ハラ、どっちだろう。いいぞ。あー、ちょっときついな今の、きついけどナイスチャレンジ。おお、いいね、プレッシャーいいぞ。真ん中、フトフリーロップ、おい、おい、なるほど、まあ、やることは分かった、今ので。ちょっとあれだな、パス、狭、なんか狭いところに投資し。通したがるな俺。もっと大胆でいいと思うけど、なんかパスサッカーで、別にパスサッカーやんなきゃいけないわけじゃないから。オフサイドか。あ、違うの、フリーキック、この距離からいやーマジで。おい、決まったと思ったぞ俺、惜しいシュートだな。
quick in his movement too to intercept there. They tried to keep it, but they haven't been able to do that. It was a dangerous field. Okay. Nice. Nice. Jara. Hara. ジャラって呼ぼうかな。えっと、メキシコだとスペイン語なんかな、言語は。ポルトガル語、そういった国の言葉は J っていうのを発音するのかな。ハメス・ロドリゲスとかジャメス、 J そのまま言うとジャメスになるけど、ハメスだもんな。ハラでいいのかな、ハラ。ナイス、クリリント。シュート、強烈。オッケー、いいところで見てた。ナイス。前半終了。いいね、パチューカ2点先制。これはでかい。ようやく上の順位のチームに勝てるか。今までね、下のチームにしか勝ってないんで、これに勝てば順位 2,3 個上がるでしょう。ありがとう。あ、はいはい、決まった。よっしゃー、ほんでゴール、ようやくゴール決めました。ここもう終わったなと思ったけど、いや、いいとこに来てくれたな、ボールが。ありがとう。これでリーグ8ゴール。あと2ゴールで2桁得点。本田って2桁得点したことあんのかな。チェスカの時はどうだったんだろう。フェイはあるか。あれ、ちょっと待って待って。おー、余計なイエローカードもらっちゃったよ。キラーパスー、外すー、クルリンと回って、ひょい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 、もう一回もう一回下げて、はい、もう一回自分で行って、自分で行って、まだある、ほい。自己中プレイの結果これだ。まあでもいいとこまで行ったな。ほい、プレゼントゴール、ありがとう、ハラ。いや、ハラと連携取りやすいわ。ナイス、ナイスアシスト。これは完璧だったね。しかも右足と。10ゴールまであと1ゴール。おお、来た、自分で行くぜ。はい、ということで試合終了、 4-0 完封勝利。初の上の順位のチームに勝ちましたね。うわー、結構広く動いたな。レート 9.2、 2ゴール1アシスト、マンオブザマッチ。
うわすげえ一勝しただけで順位が5個上がったよそれぐらい接戦なんだろうね。8位から3位ぐらいは。これで3位パチューカ入ったと。で今のところの得点王はホンダ9ゴール2位との差5ゴールもあるわ。いいね。はい、というわけで次回はクラブレオンとトルーカやっていきたいと思います。まあ全く知らないチームなんでまあでもね、勝ち点3取らなきゃいけないんでね。ここら辺に来るとモンテレイとかケレタロ、ケレタロロナウジーニョいた気がするんだけどな、一時期。でクラブアメリカまあありますんで、12月丸々いっぱい冬休みいただいてるんでね、まあここら辺はコンディション、体力、まあ、トレーニングに集中してやっていこうと思います。はい、ということで今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and all lang syne? For